今日のヒーローはもちろん10連勝で14勝目金子投手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今日は立ち上がりに3点を先に失うピッチングでおやっと思ったんですけれども、あのあたりどうだったんですか。やっぱり先に点を与えると攻撃の方もリズム悪くなってしまうので、本当に良くないんですけど、本当に気持ちを切り替えて粘るしかないと思ってしっかり投げました。そのあたりが点を取られた後きちっと抑えてましたね。そう、逆に言えば、初回で良かったなっていうふうに思って、あとしっかり抑えようと思いながら投げてました。そして中盤味方が点を取り始めてからは本来の金子さんらしいピッチングになってきました。そうですね、本当に点取ってくれた後をしっかり抑えようと思ってたんで、それができて良かったです。今日ちょっと早めの降板、7回途中ってことになりましたけど、この辺はいかがですか。若干球数が多かったんで仕方ないんですけど、本当は最後まで投げたかったですけど、やっぱりまだチームが勝つことが一番なんで、スタンドからは沢村賞なんて声も上がってますが、7月1日からこの連勝が始まって8月31日の今日までに10連勝、見事な夏男ぶりですね。そう、本当に僕が投げるときは本当にすごく打線が打ってくれるし、今日もそうですけど、本当にみんなに感謝してます。さあ、そしてまだ残り試合もあります。チームとしてもまだこれから上を目指していくと思います。これだけ集まってくれた前橋のファンの皆さんの一言お願いします。本当にまだチャンスはあると思うので、一試合一試合、しっかり投げてきていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。今日のヒーローは10連勝14勝の金子投手でした。おめでとうございました。